綾瀬。何です？出してやっていいか？ダメですよ、お兄さん。まあ、かな子がうざいという気持ちは俺にもよくわかる。おい、空気読まねえし、すぐ調子に乗るし、隙を見せればおちょくってくるしな。裏切るつもりか、キョウスケ。うるせえ、ちょっと黙ってろ。ほっぺたつつくな、後で覚えてろよ。雑音は無視してと。なあ綾瀬、俺からも叱っておくからさ、許してやってくれ。ふん、どうやら二人が付き合っているというのは本当みたいですね。おう、いつからなんです？ちょっと前から。あ、ほら、お前と夏コミ行った時、かな子と会ったろ。あの時俺の正体がバレちゃってさ。それで。え？だから俺とかな子が付き合うようになったのは綾瀬のおかげかもな。わ私のおかげ？おう、さながら綾瀬は俺たちのキューピッドってところだ。うひ、波が顔にかかるんだけど。おい綾瀬。どうした？お兄さんのバカ、このロリコン、こんなの絶対認めませんから。ってなんだあいつ、何怒ってんだ。ゲッ、おいかな子、やつは去ったぞ。え、マジで？いつの間に？てかすげえ、キョウスケ、綾瀬追っ払ったの？追っ払ったというか、いきなり切れて帰った。何それ、意味わかんねえだろ。そしてこれを落としていった。ゲ、なあかな子。ああ、なんだよ、いいから早く出せよ。考えてみればお前は今身動きできないんだよな。それがん？今ならお前に何をしても反撃できねえなって。何考えてんだこの変態、どえろ。どえろって、何を想像したんだよ。なんだっていいだろ。あのよ。なんだよ。さっきお前綾瀬に彼氏自慢してたらしいじゃん。それが嬉しかったぜ。何のことだ？とぼけんな！今かな子のデコに何かエロいことしたろ！してないって。した！絶対した！かな子様は可愛いな！くそー！覚えてろよてめえ！なあなあ、私たちって付き合ってからもう結構経つじゃん。1週間も経ってねえよ。だっけ？もう1年くらい経ったような気がしてた。もっと正確に言うと1年と2ヶ月くらい経ったような気がしてた。その辺にしとけ、バカだと思われるぞ。お前よ、
こんなに美人の彼女に対してそっけなさすぎじゃね？おい、何笑ってんだ。笑ってないよ。嘘つけ、絶対笑った。ププって笑った。ああもう、せっかく付き合い始めたのにこれじゃ何も変わんねえじゃん。海、連れてってやったろう。昨日あれ、なんか違かったの。何が？綾瀬に邪魔されっし、砂の中埋められっし。俺のせいじゃねえし、お前が綾瀬を無駄に煽ったせいだろ。顔だけめっちゃ日焼けしちゃった。その後体も焼いたじゃん。バランス取るために頭に紙袋かぶって、あれはなかなか面白い絵面だったぜ。ちゃんと喋っとっといてやったから。消せそんな写真。さっきから何怒ってんのお前。何が気に入らないわけ？付き合い始めてからのお前の態度全部。昨日もさ、特別大サービスでサンオイル塗らせてやったのによ、超めんどくさそうに塗ってたし、ちっともドキドキしてなかったじゃん。あのサンオイル塗ってる時なんかくねくねしてたのって、もしかしてセクシーポーズのつもりだったのか？ぐぬぬぬ。だからもっとなんていうか、こう彼氏っぽく接してほしいんだよね。ちゃんとイチャイチャしたいと。あ、はっきり言うなよ。まあお前の言うことはもっともだ。ダメ？俺たち付き合ってるんだもんな。ダメ？なんかエロいことすっか。なあ、な何言ってんだいきなり。恋人っぽいことするんだろう？そうだけど、でもその心の準備が。冗談だよ。え？冗談。この前の仕返し。お前。あ、後で覚えてろ。じゃあ今日はカラオケでも行ってイチャイチャするか。お、そうかな。やってやるぜ。そうこなくっちゃ。んじゃ、行くぜ。星屑ウィッチメルル始まるよ。メル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